皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日はですね、箱根の温泉に家族で行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、弟と合流しました。久しぶりです。ここから約1時間かけて箱根に向かいたいと思います。今日行くのは箱根強羅温泉時の湯雪月花さんというね、温泉に行きたいと思います。では行きます。はい、道の駅箱根峠に来ました。景色がすごく綺麗です。遊覧船がすごい ね、綺麗だね。はい、じゃあ温泉を目指します。はい、じゃあ弟とお母さんです。え、これ富士山、これ富士山、何これ、すでに富士山超えてますってことで、紙袋、うわー面白い、なんか独特だね。いただきます。うん、うん、パンがもちもちで美味しいです。はい、到着しました。今から入り口に向かいたいと思います。今回訪れたのは箱根強羅温泉時の湯雪月花さんでございます。強羅駅から徒歩1分のアクセスしやすい旅館です。今日は4階に向かいます。あ、ここだ、こちらのお部屋です。よし、おー引き戸だ。おー和洋室っぽい感じだ。はい、お部屋はこんな感じで、ベッドが2つあります。1段高くなったところにあります。おお、ふわふわしてる、ふかふか。こんな感じでね、おしゃれなライトがついております。そしてベッドの向かい側にはこんな感じでクローゼットがついておりました。で、ここにあるんだね、なんか水道みたいなのが。で、ここになんかこう抹茶だよ、抹茶を立てることができる何かがありますね。どこでも抹茶っていうのが置いてあります。どこでも抹茶。ここに冷蔵庫がありまして、お水は4本用意されておりました。こっち進んでいくと、入り口のとこにこれあるのはトイレかな。トイレがありました。おお、トイレも綺麗で広めだ、いい感じでございます。そしてこんな感じでテレビがありまして、お布団ですね、これお布団が入ってます。うん、ここに4つ分湯かごが用意されてます。足袋と手ぬぐい、ウォッシュタオルが入っていて、ビニール袋と、あとはタオルですね。そしてこの扉を開けると、よいしょ、すごいでっかい鏡がございます。大きな鏡。今日のファッションは秋っぽくしてみました。こんな感じでございます。めちゃめちゃ痩せて見えるよ、私。すごくない？痩せてんのかしら。そしてなんかアメニティみたいなのがすごい箱に入ってます。結構アメニティは充実してますね。タオルもこんな感じで用意されてます。いい感じですね。そしてこの裏に露天風呂がついております。早速開けてみます。先にシャワー室がありますね。シャワー室進んでいくと露天風呂でございます。こんな感じでテラスになってますね。かなりね、開放的な空間でございます。いい景色。こんな感じで温泉まんじゅうも用意されておりました。3個なのはね、もうお母さんが1つ食べちゃったので、もう1つないです。はい、うん、温泉まんじゅう美味しい。鍵はこんな感じでした。可愛い花柄。そしてこんな感じで花の章と月の章に分かれていまして、2つの建物によって構成されています。さっきこちらのとこでね、浴衣を借りてきました。これがね、借りてきた浴衣なので後で着替えてみます。こちらね、大浴場の他にも貸し切りの露天風呂だったりとか、炭酸泉もあるようです。はい、なのでね、今回はね、湯巡りをしてみたいと思います。どうですか？素晴らしいです。これ入れてみるか。これでいいのかな。大丈夫そう？大丈夫ならいいです。はい、こんな感じでコロナウイルス感染症予防対策の取り組みについていろいろ書いてありました。こんな感じです。そしてお部屋にはこんな感じでアルコール除菌ティッシュもありました。
はい、ということで今回も感染症対策をしっかりと行ってこちらで過ごしていきたいと思います。はい、こんな感じで弟です。でかくなったね。うん、私も結構でかい方なんだけどな。おそらく皆さんがお待ちかねの入浴タイムとなりました。一緒に温泉気分をお楽しみくださいませ。はい、室内の露天風呂に入ってみました。これはね、温泉ではないんですけど、とてもあったかくて、はい、安らいでおります。やっぱり露天風呂はね、安らぎますね。うん、とってもいつもの仕事の疲れが癒される、そんな感じでございます。はい、こんな感じでございます。あったけえな、すごいあったかい。今日はゆっくりしていきたいと思います。はい、ではね、浴衣に着替えまして、大浴場の方に行ってきたいと思います。では行ってきます。じゃあ床具を持って行ってきます。すごいよ、中庭綺麗。貸し切り露天風呂こっちだ、うん、こっち行こうか。はい、え、こっち本当にこっちここだね、満点。ここが空いてるのでここに入ります。貸し切り風呂満点はこんな感じでした。石でできてまして、すごく自然を感じられるお風呂でした。サイズ感はお母さんと二人で入ってちょうどいいサイズでした。次は大浴場に入ってきます。大浴場はこんな感じになっておりまして、内風呂と露天風呂に分かれていました。露天風呂の方もですね、かなり広くてゆったりとすることができました。そして内風呂の方は天井がすごく高くてですね、すごくね、素敵な作りでした。はい、今大浴場に行ってきました。暑い、めちゃめちゃ暑いです。アイス、本当だ、アイスもあるんだ。アイスたくさん入ってる。いただいております。おいしい、すごい涼しい。湯上がりのここ最高じゃない？最高。あ、いいね。浴衣に着替えました。こんな感じです。お父さんです。お母さんも今日浴衣ということで。浴衣です。かわいいでしょムカつく。空真っ白になっちゃったね。天気悪い。本を読んだりして。いいっすね。いいっすね。いいよ。ぽいぽいぽい。あ、いいね、いいね、なんか。いい感じっす。ご飯行きます。鮭の鍋だ。ドリンクメニューこんな感じです。うちの弟はこの地ビール富士山さんを選びました。私は昇竜蓬莱特別純米酒を選びました。お疲れ様です。どうもありがとうございます。意外とまろやか。うん、豚味噌焼きです。帯蒸し、アセロラのジュレと米アイス、美味しそう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。
な。泊まりたいな。ね、泊まりたいよ。今からですね、ここのどこだ、炭酸泉、この炭酸泉に行ってみたいと思います。はい、見えるかな。おー、これでは炭酸泉はこんな感じになっておりまして、この時はね、ちょうど私とお母さんしかいなかったので貸し切り状態っていう感じでした。小さい泡が体についてなんだかこうくすぐったいような面白い気分でした。幻想的な世界だな。こちらは貸し切り露天風呂花がすみです。中はこんな感じになっていまして、浴槽が2つに分かれていました。私が入った時は夜だったので、また昼間とは違った雰囲気を楽しむことができました。残念ながら今回はタイミングが合わなくて入れなかったんですけども、こちらはもう一つの貸し切り露天風呂水木でございます。こんな感じでですね、こちらの雪月花さんには3種類の貸し切り露天風呂がありました。予約制ではないので空いてるタイミングを見計らって入ることができます。飲みます。はい、ということで、もうすぐチェックアウトの時間帯になるので、そろそろ帰りたいと思います。今日は皆さん楽しかったでしょうか。みんなで久しぶりに出かけられて楽しかった。楽しかった。ありがとう。そうだね、楽しかったですね。楽しかった。日頃の疲れが飛んじゃいました。よかった。また連れてきてください。はーい。弟は100点。100点ですって何。よかったよかった、うん、まあみんな楽しめたようでよかったです。はい、ということでね、また時間があればみんなで旅行に行きたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではせんちゃんでした。バイバイ。